圧倒的手間が省かれる。そう。機械の時代がやってくるんですね。その方法論だけはある。しかし人間がやるにはきつすぎる。これを蒸気がやってくれれば、計算や位置決めをミスなくやってくれる機械があれば、産業革命。来ました。機械の時代が来たんですね。それによってですね、カシャン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 出るという、 状態になりますその上で、暗号の必要性のはうな余計に必要になってきたんですね。それは、電信。ね。電報とか、音声とか、ラジオとかですね。音で何かを伝えたりですね。文字をですね、その、で、その、ね、電報ってそれで伝えれるわけじゃないですか。で、このあたりでですね、モールス信号とかも出てくるんですね。トントンツー、トントンツーみたいなのですね、あの、それで文字を伝えれるわけですね。なるほどと。 電話も出てきましたね。そうなってくるとですね、人々のメッセージ量の絶対量が爆発的に広がったんですよ。今も皆さんね、LINE やったりメッセージ、メッセンジャーやったりなんだかんだで SNS やったりして DM やったりして、もうとにかく毎日毎日皆さん会ってない人とやり取りしてますよね。僕が子供の頃、まだメールがない、携帯がないっていう頃、どうでしたね。はがき書いて送ると、二日待って届くとかね。 こんなに頻繁に会ってない人とやり取りしてることありましたかないんですよ。このインターネットの革命によっても人はですね、もう昔ハガキや手紙を出してた量の何百倍ものやり取りを一日にやってますよね。でもそれはね 電話があった時は1日2回ね、友達に電話した方多い方ですよ。でももうね、電話からやがてメールになり、それも SNS になり、もう何、何個も何個も1日に何個もつぶやいて何百人に届ける。とんでもない情報量だ。ね。そういう時代になってきてですね、軍でも、ビジネス界でも、そして個人でも暗号がさらに注目され始めるんですね。 さあ、暗号の複雑な仕組みというものは、アルゴリズムをゴンゴン変えれば複雑になることは分かった。それができる機械というものが出来上がった。そして、エニグマが現れる。これなんです。なんだそれはと。エニグマというのは、謎を意味する言葉なんですね。このエニグマ、どういう風に現れたのか。何なのか。これね。 第一次世界大戦、ドイツは大敗を喫しますね。実はですね、これ、なぜドイツが負けたかにも実は暗号が関わってるんですね。その暗号ですね、第一次世界大戦、ここまで来てたんですが、決定的になる暗号システムっていうものを開発できないままでした。それは各国そうだった。どちらかというと、それまでの歴史上、えー、暗号解読に有利な、えー、技術を持っていたのはフランスと。 言われています。なぜかというと、フランスは一度プロイセン、不服戦争でものすごい痛い面を見てるんですね。なので、ドイツに対してですね、ものすごくですね、警戒心を持っていたので、戦争にとって必要な技術、暗号っていうものに解読とかに関してはですね、かなり投資をしてたんですね。なので、 ドイツよりも暗号に関して、勝っているフランスがですね、第一次世界大戦の時に、ドイツを圧倒します。この時もですね、ドイツはですね、自分たちの暗号が見破られているということすら分かんなかったんです。もちろんそうです。暗号っての見破られてると分かったら、変えられてしまいますよね、またやり方を。だから、分かってるんだけどねーって言いながら、わざとちょっと負けてみたりですね、わざとわからないふりをしてみたりですね、いろんな嘘を流してみてですね、ドイツは まさか自分の暗号が、軍の機密が全漏れしてるなんて分からずに負けたんです。もうボコボコにされたわけですね。ところがそこからですね、数年、数十年してですね、その第一次世界大戦の時に、実はドイツのほとんどの情報がバレてたっていう情報が明らかになってくるんです。後に。なんだってあれは、 裏切り者が現れたから、あそこで負けたんじゃないのかと。いや違うんですと。あれ全部解読されてたんです。うわあドイツの絶望ですね。このドイツの絶望がですね、暗号に対する意識をですね、圧倒的に鋭くさせるんですね。二度と暗号を漏らさないようにするぞ、というですね、意識が高まります。そんな中ですね、 あるですね、そのコンピューター、機械を作ってるやつがですね、一個、これからもしかしたら暗号機、必要になってくるかもしれないということで、すごい装置を発明しました。それがエニグマと名付けられた装置なんです。これポイントは、要するにドイツ軍が開発したものではないんですよ。エニグマってドイツ軍が開発したんじゃなくて、ある時期ですね、そういう機械を同時に3カ国で3つの会社が、 作り始めてたんですよ。こうやれば、いい暗号を作れるんじゃないその仕組みっていうのが、機械でディスクがあるわけですね。それがこの1個が、1個の、その、ずらすですね。1個表だと思ってください。この列だと思ってください。それがですね、文字を打つとですね、1個回転するんです。だからこの表、えー、ビジュネル暗号が1個ずれるっていうことです。この ABCDFG e という番がですね、ディスクになってまして、A を、 B にするという。B を C にすると、1個ずれの回路を通している。それがですね、1文字打つとずれるっていう、ビジュネル、ビジュネルシリンダーができるわけですよ。ね。それがですね、1個のディスクであるわけなんですけども、それをですね、2個重ねるっていう。するとどうなると思います ?2 個ずれる。でも2個目のディスクはですね、その1個目のディスクが1回転した時に1個ずれるんです。複雑ですね。 それをなんとですね、三つのディスクをつけて、このディスクが一回転したらこっちが一個ずれる。この一個ずれがですね、一回転したらこっちが一個ずれるというですね、もう超複雑な人間にやらしたらもう目から血が出て鼻、鼻からもう何かが出るという、そういうですね、複雑なものが機械で簡単にできるようになってしまったんですよ。カチャンカチャンカチャン、タイプライターみたいなもんですよね。タイプライターだけど文字をずらしていくっていうディスクが三枚重なってるんですよ。それだけの話。 それだけの話。ね。だけど、それをですね、文字で打って、その仕組みでこういうディスクのこういう順番ですよってなってたら、変わった文字をそのエニグマでもう一回打てば元の字が出てくるという、すごい。これ作ったやつがですね、売り込み行くんですね。これすごいんですけど、つって。このビジュネル暗号のやつと機械のやつをもう合算して、ガチャンガチャンガチャンってもう3枚にしてこれ回転させてやるんですけどもって言ってですね。 最初は相手にされなかったらしいんですよ。いや、いらねえよ、と。いや、それ、何に使うのそれは、と。ね。び、元々会社のね、ビジネスの、なんか産業スパイとかに対抗するように企業に売りに行ったんですって。いや、いらん、いらん、そんな複雑なの、いらんから、言われるわけですね。で、他のですね、国で、他のですね、会社も作ってたんですが、それもですね、よくわからないな、と。理解されなかったんですね。なんでかというと、その時にですね、各国、ね、ドイツ、 以外の戦勝国はもう完全に勝利してますから満身してるんですね。いや、暗号というのは先ほどおっしゃ申し上げたようにですね。フランスがプロイセンを警戒してるから怖いって言って暗号を作んなきゃって言ったわけです。そうなんです。暗号の進化と恐怖というのは表裏一体なんですよ。なので、戦勝国はですね、第一次世界大戦の戦勝国でそれをですね、PR した人たちは特許を取ってもですね、全然商売にならずにそれを放棄したり、 どんどんですね。もう立ち消えてったんですね。そのアイデアは。ただその、エニグマこうてくださいエニグマこうてくださいって言ってるのをですね、耳にした国が、ドイツなわけですよ。暗号がバレてたのか、全部バレてたのか、だからか、悔しいと。なんでこんなことになってるんだ暗号がものすごく、暗号がものすごく進歩するような、そういう仕組みがないのか、エニグマこうてください君 買うよ。このボロボロになった暗号によって敗北したドイツと、それまでの歴史が機械となって集積したエニグマが合致してナチスの手に渡るというところが、この人類史のとんでもない一個のピークなわけですね。そこにナチスなんですよ。 ナチスドイツというのが、そのエニグマを手に入れて、復讐に走ると。それがですね、どう防げるんだということですね。これに対して、エニグマというものが現れてからですね、それまで、楽勝でですね、ドイツの、あの、あの、電波とか傍受してたですね、フランスとかイギリスのね、あの、電、あの、暗号解読士たちが、ピタッと暗号を解読できなく、解読できなくなるんですね。 はい、またドイツちゃんやってくれてますよ。もうこれはこれだってね、もう分かってんのにね。あれなんか今日パターン違うな。何ですかねあれなんだこれむちゃくちゃになってる。今までのと全然違いますね。そうなんです。 エニグマが導入された時から、まだこれ第二次世界大戦始まってません。第一次世界大戦終わり、エニグマが導入されて、そこから着々とドイツがエニグマをバージョンアップさせながら準備していくというヒストリーなんですよ。それでですね、そのエニグマが開発されてからピタッとですね、わかんなくなっちゃうんですね。フランス、イギリスとか。えなにこれえこれど、ど、どうなってるんですかその状態で、フランスとイギリスはなんとですね、暗号解読への情熱、 もうほとんどなかった。なぜならドイツにはもう完全に勝ってるから。もう過去の国っていうことで、読めなくなったけど、まあ、いっか。してたらしいんですよ。しょうがない。いや、だってこれ無理っすもん。意味わかんないっす。なんかわかんないですけど、むちゃくちゃなやり方してますわ。でもそのま、いっかで済まさなかったのがポーランドだったんですね。ポーランド。実はですね、ドイツとロシアに挟まれて、ブルッブル触れてたんですね。 いつ、いつ攻めてきてもおかしくないですドイツがいつ攻めてきてもおかしくないですって言った時にですね、暗号や。暗号、暗号やるやって言ってですね、ポーランドはですね、その国を挙げてですね、暗号、暗号って言い出してたんですね。で、ドイツがですね、エニグマを手に入れてですね、全然違う暗号を作り出したっていうのが各国で評判になった時にですね、ポーランドはですね、なんとかせーって言ってですね、人材をかき集めるんですよ。実はここまでのお話、見て思う通りですね。 暗号っていうのはどの学問のジャンルかっていうのがよくわかってなかったんですね。それまではですね、言語学の学者が主に担当してました。言葉、だからまあ翻訳したりとかですね、言葉の意味とか、要するに頻度とか、そういうのって言語学者の方がね、分かってそうでしょ あ英語にはこのアルファベットの E がよく含まれているんですよ。なんて言うんです。言語学者が言うんですね。ところがですね、言語学者ではもう立ち打ちできないぐらい高度になってたんですね。その時に、ポーランドで、うわーって集めた人材でエニグマに一歩近づいたのが、若き数学者だったんですよ。えぇーそうなんです。この回転する規則、 で、そのアルゴリズムが少しずつ変わって、一回転するごとに一個ずれる。これは一回転、その一個ずれたものが一回転したら一個ずれるとかですね、そういうものを計算するという、その仕組み自体をですね、こう計算するのは数学者が得意だったんですね。このポーランドの数学者はですね、エニグマというものに関して、こういう仕組みなんじゃないかというものをですね、だんだんと分かってくるんです。そんな中、ポーランドはです、ね、もう必死ですから、スパイを駆使してですね、 もうその、ドイツに恨みを持っているというですね、あのー、ドイツでですね、あのー、まあ、非常にですね、まあ無職になってしまって、どうしようかなと言って、で、あのー、兄のですね、えー、つてを借りて、もうドイツでもともとはね、軍にいたんですけども、そこから排斥されて追い出された、でも恨み持ってる、兄のつてで、えー、口利きで仕事を紹介してもらったっていうドイツ人がいたんです。それがですね、暗号局の雑用やってたんですね。 実は暗号局の持ってますから。エニグマの秘密をですね、このポーランドに売るんですね。ええ、こんな仕組みなんだと。実はこのディスクが3つあって、こうなってこうなってるんだ。ね。でもこれってまだアルゴリズムでしょそれがどういう風に変えられてるのかっていうの分かんないんですよ。なるほどなと、これを利用してディスクを回していくのかと。うわぁ、なるほどなるほど。しかしそれがディスクが今どう回ってるのか全く分からんぞと。それを計算するんだと。 その時にポイントがエニグマにも弱点が1個あった。それはですね、人があくまでも使ってるってことだったんですよ。ね。そのエニグマを使う時にですね、最初にこのアルゴリズムでいきますというキーコードっていうのをですね、打つんですね。今回のこの並び順っていうのは AFL ですっていうね。AFL ですっていうのを送る時にですね、AFL、AFL って例えば打ったとしますよ。AFL って一発目打ったらですね、一回ずらしたものが出ます。 そのうちに、その後にですね、もう一回 AFL って言ったらまた違うのが出るんですよ。つまり、このね、カエサる暗号で AAAA ってやったら JJJJ ってなるわけですよね。でもこれはディスクがガ,チャガチャガチャガチャ回りますから、同じ文字を打っても全然違うことが出てくるんです。ところがそのね、AFLAFL という2回繰り返すのが、必ず文章の頭についているということをこのポーランドの数学者が見つけるんですね。何か6文字打ってる。これが多分キーなんじゃないか。それを、 それを見つければいいんだって,ってですね、その6文字のですね、配列からですね、そのエニグマの鍵を見つけるんですね。わかったぞですねドイツのエニグマの鍵がわかりましたなるんだけど、これまだ戦争が始まる前なんです。ポーランドの人たちはブルブル震えてたんですね。いや、しかし待てよと。この6文字作戦、あまりにも弱い。なぜかというと、もっと警戒度を上げたら6文字打たなくなる可能性が高い。戦争に入ったらそのキーコード6文字入れるなんてね、やめるぞ。 今私たちが分かっているのは6文字が手に入ってるからだ。人が打つ、その入念にね、最初、この AFL を2回打つのも間違えないようにね、あのパスワードをなあの PC に2回入れるやつあるじゃないですか。間違えないように2回入れてくださいってね。だから人員的ミスをなくすために2回コードを入れることで、そのコードは合ってるよねってやってた。でもそんなのもうやめるぞあいつら。言ってた時にですね、戦争が始まるんですね。そしてポーランドはですね、うわ 言うんですね恐れてたことが起きるんですその6文字をドイツが消すんですねより警戒度を上げようその6文字はなしだ言ってですねポーランドが恐れてたことがーって言ってですねどうしますっつって,ってもうナチスが来ますよそのこの辺り来ますよってエニグマのポイントあの6文字がないとダメなんですよって <laughs> 分かったもうここまで来たあとは 大国に頼ろうっつってですね、イギリスとフランスにですね、言いに行くんですね。ヒルスさ、ね、ん、ラんな何ですかって。エニグマについてですって。エニグマ。いや、あれ無理でしょうって。それがある程度分かったんです。分かってた。ポーランドが、うん、びっくりしてですね。 そのエニグマのですね、その仕組みを聞いて、エニグマのレプリカを作ったっていうところまで行っていて、さらに数学者がそこにすごく関わってるっていうことも教え、その6文字がなくなったので、これからは皆さんにお願いしますと言って丸投げしたんです。エニグマのレプリカを配り、数学者がポイントだと言ってですね、あとはお任せしますってバトンを渡したんですね。そしてイギリスがですね、 よっしゃーって言ってですね、そのエニグマのレプリカを元にですね、全国から人材を集めます。もうとにかくですね、あのもう数学者はもちろんですね、言語学者はもちろんですね、あのトランプが上手いやつとかで、いろんなやつ集めてですね、もう頭が良さそうなやつ全員来いってですね、うん、これをなんとかするんじゃーって言って、解析が始まります。なんとですね、もうそのし、 暗号を解読するっていう施設がですね、もう何頭にも分かれてて、なんと全員でスタッフの数が数千人、数千人対しせいで、エニグマを見破れっていうプロジェクトが始まるんですね。それが見破られなきゃもうダメなんだってね。あのドイツが本気を出してエニグマ、しかもですね、もうドイツはさらにですね、改良してですね、このディスクに行くまでの キーボードの文字、文字を入れ替えるってやつとかですね、ディスクを5枚にするとかですね、もうそばスーパーエニグマみたいなものをですね、開発してですね、もうとんでもないことになってたので、これはやってやるぞってですね、全員でですね、その、もう解析の、作業に当たるんですね。もう頻度分析からこのアルゴリズムから全部やるわけです。で、数学者が見る。 あーでここまで分かった。言語学者言語学者が渡す。うす、ん、分かった。ここまでだって、ね。トランプの上手いやつに渡す。俺分からないとかですね。そうやってぐるぐる回すんですね。そんな中、その状況を救ったのが、アラン・チューリングという数学者だったんですね。このアラン・チューリングというのは、のイギリス側にいたんですね。えー、これ数学者なんですが、コンピューターの元になるものを作ってたんですね。なので、この、いわゆるこの、機械時代の暗号に強かったわけなんです。ね。 アランチューリングがこの機械が、そのレプリカを見てですね、これこういうことでこうなってんのかというのを、こう散々その機械のですね、仕組みに対して、え解析してですね、このポーランドが、えこのエニグマの対抗策として作ったのがですね、ボムという爆弾というですね、あだ名の機械を作ってたんですね、ポーランドがね。このエニグマの計算を計算する機械、ボム。はい。 なぜボムかというとですね、それにつないでですね、計算を弾き出そうとするとですね、あの爆弾みたいにカチ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 ってすごい音が鳴ってたんで、ボムと名付けられたんですね。その、それのイギリス版ボムというのをですね、さらにですね、アランチューリンが作るんですね。はい。で、それで、あの、開発を続けるんですが、もうこれ無理ですと。アランチューリンが一回ですね、全然人材とお金足りませんと。 正直、数千人規模でもうエエ、エニグマは対抗するには、もっと、もっと人間とお金が必要です。で、このボムを改良しなきゃいけないんです。ボムを改良させてくださいって言うとですね、あの、言うんですけど、そこのですね、その、暗号解読施設のですね、トップにいるですね、軍部の人がですね、いや、これ以上予算かけられないだろうって言ってですね、どんだけ人数と金かかってんだお前らに トランプのやつも集めたしって言ってねもうお前らもうこれで頑張れって言ってるんですけどいつまで経ってもね、上に届かないって言ってですね。イギリスのウィンストン・チャーチルですね。チャーチルですね、アランチューリンがですね、この、他の代表者たちと一緒に手紙書くんですね。予算をくださいってそしたら必ずエニグマをたいたあの潰す機械をあの、作り出してみせますって言ってね。一発目、手紙出したらですね。 見るんですよ。チャーチルが。このハマキスーツチャーチルですね。金出してやれ。なるんですね。で、金出してですね、もう一発目、そのエニグマ対抗期、ボムの最高版、ビクトリーっていうのを作るんですね。ビクトリーだ。チャーチルのビクトリーですね。カですね。ビクトリー来たぞってね。ただ、ビクトリーがですね、まだ遅かったんですよ。ビクトリーを使うと7日間以上かかりますよ。なげみたいな。長いみたいな それじゃダメだっつって。もっとだっつって。チューリングがですね、もっと予算をもらってですね、もっと機械を作るんですね。そして最後にですね、神の小羊というですね、機械を作るんですね。<laughs> すごい機械を作ります。それによってですね、ようやくこのエニグマの謎が解けるんですね。エニグマ解けたぞーなってから、あとはこっそりです。あとはチャージルがこっそりあるんですね。バレてないぞっていうやつで、 バレてないぞ作戦で結局ドイツはですね、エニグマが破れるわけないあの俺たちは審査を舐めた暗号を解読されてるのを気づかなかったそれを苦心して練り上げたエニグマスーパーエリワが負けるか神の子羊それによって解析され、バレてない作戦で結局やられたのがドイツだったんですねいやあ大戦争ただここにはね、悲劇がまだあるんですよ。 そっからですね、この暗号解読部隊の大活躍によって勝ったというですね、ことをイギリスは秘密にします。なんでか。まだ勝ち続けたいからなんですね。エニグマを、エニグマの仕組みをですね、イギリスの植民地とかに全部配って、そのあたりのですね、途上国とかにいっぱいエニグマ巻くんですね。これはすごい機会だぞ、なんて言って。ドイツに勝ったのはエニグマが破れたからじゃない。 エニグマはすごいっていうことで、もうすでにバレているエニグマをたくさん配ってですね、イギリスだけが情報を独占できるという状況にですね、し続けたんですね。その結果ですね、暗号解読部隊のあの数千人たちはですね、戦争の間何をしてたんだということを言われても黙、黙秘しろって言われてるので、 かぐらかすしかなかったんですね。本当の英雄はこいつらなんだというですね。暗号を解読したということが人類を、いや、この国家を救ったんだというですね、ことを言えないままですね、黙らされるんですよ。いや、あの、何もしてませんでした,みたいな。何もしてないな何だよ、お前。なあ、っいうことで,ですね。責め立てられるんですね。はい。なかなか言えない、ね。秘密にされるんです、ね。 そんな中ですね、アラン・チューリング可かわいそうなんですね。アラン・チューリング、実はですね、男性なんですけども、男性のことが好きなんですね。幼少の頃からですね、ずっと男性が好きだった。ただ、この時ね、今みたいに、その、何 ?LGBT とかね、いろんなジェンダーとかの理解が全然できてなくて、これ、イギリス、なんとですね、同性愛について、法律で禁じられてたんですよ。で、これがどんな悲劇を動かというとですね、 アラン・チューリングはまず基本的にこの国の英雄であるにもかかわらず何もしてない奴っていう扱いをずっと受けてたんですね。その上で、ある日家に強盗が入っちゃうんですよ。アラン・チューリングの。家に強盗が入っちゃって。で、警察にですね、いろいろ事情を説明している中で、ポロッとですね、自分が同性愛者であるということを言ってしまうんですね。で、そこで、あ、何えってことは文脈上そうなのってなってですね、逮捕されるという。とんでもない目にあります。 で、逮捕されて、その後どうなったか。もうね、その、そういう傾向にある人は治せっていうプログラムがその時あったんですって。ひどい話ですよね。まだだから全然時代がであの、進んでない中なんですよ。なので、その、ホルモンをですね、強制的にせ、あのー、投与されたりですね、男性ホルモンが足りないんだとか言ってですね、男性ホルモンを強制的に投与されたり、もう強制的に入院させられてですね、この国の英雄アランチューリンがですね、どん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 ですね、体をおかしくしていくんですね。 精神と体を病んでですね、もう、あの、無理やりホルモン注射されたりしてですね、その、どんどん肥満体になってしまってですね、そこからもう精神的にももうおかしくなってチューリングが最後に取った行動がですね、自分で毒を摂取して自殺するっていう衝撃的な死を迎えます。 で、アラン・チューリングっていう人がですね、こんなに天才だったんだぞと。あのエニグマを突破したんだっていうことがですね、後に明らかになるんですね。ええー、いや、イギリスも、イギリスの中でですね、もうやめませんかと。エニグマをば、もうばらまくのはやめませんかと。ね。バレてるっていうことを言いませんかと。もうイギリスの名誉に関わりますよ、これ以上と。ね。もう戦争は終わったんです。ね。 暗号解読して、こういう人たちが活躍して、それでこうなってこうやった、そういう歴史を全部語りましょう。という内部に軍の人がいて。それが本を出すんですね。そして、ついに暗号解読部隊が国を救ったんだということが明らかになり、そしてアラン・チューリングはそんな死に方をしてただなんて、ということで、2000年代になって初めてイギリスがアラン・チューリングに対しては、ひどい。 扱いをしてしまったと言って国が謝罪するんですね。そして私たちはこういうやり方で勝利を勝ったの、勝利を勝ち取ったのであるということを全て告白するということになったわけです。さあ皆さん、ね古代ギリシャのギリシャ vs ペルシャのあたりから、共和制ローマのカエサルのあたりから、もう変わらず、メアリー女王 vs エリザベス女王、 戦いあるところに暗号あり、そしてその暗号は常にですね、進化と、そして敗北、その歴史だというです。ここももうだいぶ昔の話になってきました。今も間違いなく暗号が飛び交っていることは間違いない。その上で、それはこの歴史の延長上にあることは間違いないんですよ。果たして今、どのような暗号で、 どの国が一番の情報を握っているのかわかりませんよ。ポーランドがまさか最新式のやり方を見つけてただなんてということもあるわけです。あの国かもしれない、この国かもしれない。しかし、最も解き明かしたいのはどうやったら人が争わずに済むのかどうやったら悲劇が終わるのかその暗号は 解読されそうにありません。ではまた。